それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。もう CM の間も止まりませんからね。こいつはほんま変態やな。なんでですの？すごいご容き。赤井先生、何がそんな嬉しいね。ご心配してこのヘアグロンいただいたのに。いやありがたいけど。ありがたいですよ。何をそんな嬉しいね。ちょっと見せてって言ってに見してくれへんの第一類医薬品ね。その後に男性ホルモン軟膏って書いてさ。こんな心強い。 こんな心に響く言葉あります男性ホルモン軟膏です何が嬉しいねんてだからどうですかずっと握りしめてるんですよ箱を目や目の周囲には当たり前に当たり前そこは塗ったらダメですょ精度減退してヘアグロウをいただいても目や目の周りに塗ったら絶対ダメですよ他には塗ったあかんねんでもね意外とねえ。 インケブ先端だからちゃんとあのちゃんと呼んでくださいちゃんとですよ。本当にににそそれれをささんんんん送るメールでのの旦那さんに使うのはえそれもあ,んあんまりね あの普段お暇な方っていうのはそういう部分ですごい強い、ね、普段暇じゃないです忙しくして強いという変形を僕は持ってみて仕事はしてます,てますさあテーマは「大事な日になしてんねん」で <laughs>、はい、たくさんいただきましたラジオネームシロちゃんさんですねちょうど今の時期会社に新入社員が入ってきた時のことでした、えー、会社で社内旅行があり当然参加すると思っていた新入社員の彼は「僕今度の休みは友達と旅行行くことになっているので行きません」と断り腐ったんです、うん、私はは会社員とというものはなと説明ししてやりましたが 先約なのでそっちの方を優先しますと県もホロロに断られました、うん、そして旅行の当日の我々が泊まる旅館にやってきたんです、えー、何やら父親にそのことを話したらえらい怒られたようで遅れてでもいいから今から行ってこいと言われたようでした、えー、まあ当然といえば当然なんですけどもお父さんはまともな人でよかったなと思います 旅行は決まってんのそれはもう社内旅行というかそうですよね社員,旅行社員旅行でねでも考えたサラリーマンも大変やな行きかない旅行に行く連れて行かれる人が辛いよなよ、ね、もそこは新入社員の時ぐらいは手っていう社長の気持ちもあるんじゃないですか <laughs> う,んう,んうん。 こちららですラジオネームなな嘘つくなさんからいたたきました、うん、昔独身の頃働いていた宝石店で売り出しの初日の売り上げ予算が高い日にパートの A 子既婚者子供なしがご主人が熱を出し看病のために休みたいと電話があり休みましたその日の夕方店長が A 子宅へ心配して電話すると熱を出し寝込んでいるはずのご主人が出て 今日は仕事に出たののですがあらあらとのことこ「<れ>どこ行ったんや?」と大騒ぎになりました後日彼女は他のお店の独身のイケメンとデートしていたことがバレ「離婚するのしないの」と大揉めになり結局パートを辞めました人騒がせですと。 これは結構あるでしょうねで、こ,ううのねこの時携帯がない時代やから<ー>本人に聞けずに多分お家に電話しはったんでしょうね<ー>それでバレたんでしょうねう逆恨みしたりするんでしょうねラジオでもクエ太郎さんですねおクエ太郎友達夫婦は仕事の都合で結婚式の直後に新婚旅行に行かず、うん、半年ほど経ってヨーロッパに行くことになっていたのですがその出発の前の日の話です 友達の奥さんはじっとしているのが大嫌い出発の前の日も趣味の登山に行くと言いだし旦那や親が止めるのも聞かず結局出かけてしまいました。その結果 山で骨折、えー、全治3ヶ月ああ新婚旅行はキャンセルになってしまいました仕事なら仕方がないけどもせめて新婚旅行の前の日ぐらいは家でおとなしく旅行の準備でもしてねばいいのにと周りのみんなは呆れ顔でしたんこ<れ>僕らが本番の前の日に柿を食べたりするのはやっぱりちょっと生蠣、ね、ですよ生ガキはもともと俺生蠣食べるけど,大好きやけど この前ちょっと柿で当たってましたね誰僕そうや。だからなもう俺食べへんからあんまねうん。ニンニクもやっぱり下痢するからよくないらしいえ、そうなんですかあんまり食べるよそうなんです食べ過ぎるとそうなのかうちの嫁さんのニンニクの量すごいであんまよくないで食べ過ぎのものすごい何に使うんですか何でもそれお嫁に言えや漫才するとき鬱陶しいからニンニクがすごいこいつほんま さあこちらですラジオネーム春だよりさんです、うん、いつも楽しく拝聴させていただいてますはい、はい、息子の結婚式の時九州から夫の兄弟姉など1住人を招待しました新幹線の切符を買って送りました結婚式当日新大阪に迎えに行きましたが来ません、うん、時間間違えたかと心配していたらホテルのロビーにもう着いたと電話があり、はい、後から聞くと新幹線のチケットはキャンセルし、うん、現金に変え車でみんなで前に乗って、うんうん、京都や 滋賀県など観光してたみたいで式の時間はギリギリで着物やモーニングは全部用意して代金もこちらもこちら持ちでこんな時に何千年と叫びたくなりましたがグッと我慢もう下の子の時には来てほしくありませんチケット代返してほしいですそんなことする人信じられないですねこんなおめでとう吉本の芸人さんでもいたありますけどね水友の件 で解約して夜間バスで来る夜行バスで夜行バス補助席2000円ごっつい僕らの年ってきついですよ若い人やったらねなんとか乗り切りますけども45人だって補助席違うね7時間ぐらいかかるでしょきついきついでまだ休憩の時いつもたたら空きませんしねちょっとすいません言われてラジオネームサザンカさんですね 10年ほど前、えー、高校時代の友人の結婚式に行った時の話です。うんえー、初夏のガーデンウェーディングだったんですが、始まって早々、調子に乗った体育大学出身の新郎の友人たちが、次々バック転しました。それを見ていた新郎も、俺もとバック転し、変な形に着地、思いっきり足の骨折り、救急車部で運ばれていきました。<っ>その後新婦は 新婦で太ってるくせに無理やり細めのドレスを着たため暑さと締め付けでやられたらしく倒れ<ー>披露宴は新郎新婦抜きのただの食事会になりました <laughs> 大事な日に二人とも何をしとんねんと、えー、やっぱりですが一年もせんうちに二人は離婚しました、えー、あ暗示してんねんなほんまですね まんまみやをやっぱりこう、円満な感じで。円満な感じで、もあのお金があった、今あったらと悩む意味やねよ。もう過ぎたことは、あの振り返らないこと。前を向きます、私は。<laughs> 豪華に襲われてる感じだ。振り返ると、やっぱその日に飲まれてしまうので、とりあえず前には。走るしかない。すごい。い,しか見えないすさあ、こちらです。ラジオネーム日暮さんです。結婚式前日に。 独身最後の夜ということもあり主人は友達と夜中まではしゃいで飲んでいたせいで結婚式の当日に寝坊してしまいました,た主人が披露宴に遅刻してくるというハプニングが。うんうんうん あり予定していた披露宴の時間に新郎がいないまま,いいま,ま披露宴を始めることになりました新郎の席には私の父が座ることに周、えー、りは新郎が寝坊して遅刻しているとは知らず新婦の父が新郎の隣に座っていることは新郎のサプライズ演出と思われていました披露宴の途中にやってきた新郎の主人はかなり酒臭かったですとそれもねまだ結婚うまく続いてんのかな そんな映画ありますよね。なんかタイトル忘れましたけど。結婚式の前日に。半合葉の。あ、そうそうそう半合葉あれ面白いですね。ああ十六やった。ったあれ面白い古いぞまあ半合。ーー古いけどねありましたよね。<laughs> ラジオネームウィルセイルス一丁波喜さんですね。<laughs> えー、僕の友達大事なセレモニーがある日みんな早めに集まって準備や来日のおもてなしをしている中。うん。えー、フェイスボ フェイスアップにそんなことしている場合ではないのにそのフェイスブックを早めに集まって準備している方が見て激怒「はよこんか」とコメントを入れるのですが友達は悪びれることもなくまもなく到着しますとまた悠長なコメント結局準備には参加せずセレモニーだけ出たようですがわざわざそんな日にフェイスブックに画像をアップするなよと何してんねんと思います。 うん、あの「お金も返さんと旅行来てます」とか「あちょっと沖縄です」とか「いやいやもうこいつ金も返さんと何してんねん」とかいやほんまにあるからな、うん、借りてる方は何とも思えへんね、うんなそうなんでしょうね、うんえー、ラジオネームたんぽぽさんです主人の母が亡くなって落ち着いた頃主人の兄弟が集まって遺産相続の相談がありました。主人はは長男ですですす遺産をえているの その大事な話し合いの日に朝から叫びたりで結局出席しなかったんです <laughs> もう昔の話ですが今思い出しても許せません,うん、うん、もう20年も前に亡くなりましたかと。やっぱり結婚式の話が多いね いざというっていうのはあなたの経験ないですけども、あなたがいつかもしかされるなら、それはもう、無茶苦茶にしてやりますよ。どういうことやねん、お前。何の宣言やねん、お前。この一大大事な日に。無茶苦茶してやりますよってだよ、お前。してやりますよ。してやりますよ、あれ。それを忘れられへん日のためにね。うん。言うたら、今まで言うたら、我慢した。 わけじゃないですか。普通やったもみんなしてきた。四番も。二回三回と。四番も。いや、それは痛い嫁がやりたいって言うんですよね。それはもうわかりますよ相方からどこでやってるぐらいは。四番も。いや、四番もう盛大にやりたいんですよ。十匹ぐらいするでいきます勝手にやお前。どこの犬やお前それずつこう。ねん。両手にうわ。どこの犬やねん。野良っぽいやつ。野良やないか腹前ちますよそれ。 <laughs> 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 人に懐かんやつおいら行かんでよかったやろだから6社さん <laughs> はいおいらが行ってたらなもう六社さんの結婚式なんかもう俺ら多分もうむちゃくちゃしてたと思うそうやね多分そう思いますマンマンミーヤな,、ねね、なんか出てきたらもうほら,うら,ら,ら,らもうほらもう間違いなくフルーチンはもう覚悟 プルチンは覚悟やな。<laughs> さあ、たくさんいただきましたが、どなたにしようか新幹線のチケットを売ったやつにしまうああ、そうしましょう。これひどい話だな。<laughs> これはひどいわ。はい、えー、春だよりさんに現金3000円を差し上げましょう。今日のテーマは、大事な日に何してんねん。たくさんのメッセージをありがとうございました。